やはり気のせいかの。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。あ、こんにちは。こんにちは。今、長野県は上山田文化センターに来ておりますけども、今、千曲市演劇祭ということで、公演が終わりました。そこの座長をされている方に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、劇団共同主催の北村です。よろしくお願いします。北村さん、はい、今日の感想はどうでしょうか。燃え尽きました。あ、そうですか。この日のために、はい、練習を重ねてきて、で、発表もできたという、はい、その嬉しさですね、はい、だからこの状況下にもかかわらず、観客の皆さんが来ていただけたという、本当に感謝感謝ですね、はい、はい、2週間前に他の3団体がやはりこの状況下ではできないという、はいはい、意思決定をしたんで、それはそれでしょうがないと思います、はい、ただ私たちはとにかくその演劇が大好きなんですよ、はいはい、で、感染症対策をしっかりしてやればというその思いと、演劇が好きだというやっぱり役者の熱意から千曲演劇祭をこの長年続けてきた、もう17回になるんですけども、この火を消したくないという、思いで、はい、今日はやりきりました。今年で何年目になるんですか。17回ですね。17回目、はい、なるほど。そして、郷土、どうお読みするんですかね。そうですね。は何回、京都は、私も違う劇団に所属してて、はい、京都という独立したんですけども、京都で言えばまだ 10回くらいじゃないですかね。あ、そうですか。はい、そんなもんだと思いますよ。北村さんとしてはその演劇に思うと思いってのは大きいと思うんですけども、やっぱりこれを言うとちょっとあれなんですが、はい、一度ステージに立っちゃうと、はい、舞台上に立ってスポットを浴びると、はい、感覚というか興奮がもうたまらないんですよ。もうお芝居が大好きになっちゃう。でしかも自分の書いたものが芝居ができて観客の皆さんとこう一体化できて、この空間ですよね、独特な雰囲気ですか。これはちょっと言葉でどう表していいか分かんないけども、本当に素晴らしい世界だと思います。なるほど、はい。お芝居の良さっていうのはどんなところにあるんですか。人それぞれ違うと思うんですけども、私は、自分表現というか、そうでしょうね。最後になんか一人おっしゃってましたけど、普段は自分とは違うんですけどねなんてちょっとなんか言ってましたけど、どうなんですかね。確かに別の普段別の役を演じられるっていうことも多分いいですよね。それもね、別人になるという、それが役になりきるという、いろんなその芝居に対する思いっていうのはあってもいいと思うんですよ。今回、題名が「あの場所から」っていう題名なんですけども、はい、はいはい、これは北村さんがお付きになられたんですか。そうですね、はいはい、そうです。この、内容で何を伝えたかったんですか、はい。一番の今回のテーマは愛なんですよ。それぞれのいろんな愛があって、その愛の中で皆さんが成長していく、そこですよね、はい。今後どんなお芝居を千曲市でこう広げていきたいと思っているんでしょうか。そうですね、やっぱり劇団共同の売りは、はい、その愛の表現とちょっとこう懐かしいノスタルジック風なものもこう取り入れた芝居を目指しているというか、はい。演劇って音楽と同じで、はい、いろんなジャンルがあると思うんですよ。
それぞれその劇団のカラーというものがあって、ね、いろんなものがあっていいんじゃないかと、うん、私たちは、まあ、今の話した通りのものをこう追い求めていくというか、うん、それと劇団一人一人の個性を大切にしたい。まず私は脚本書くにあたっては、団員の皆さんのキャラクター、この人の個性をどうやったら活かせるかなっていう、そこを考えて毎回作ってます。この人はこの役は全然違うけども、うん、この役をやったらどう演じてくれるんだろうという思いで、人によってやっぱり違うんですね、表現が。そうですね、全然違います。おお、そうですか。だからこちらの期待以上に、うん、演じてくれると、うん、という感じでとっても嬉しいですよね。あ、そういう表現もあったんかっていう勉強になります。はい、その答えっていうものはないんですか。ないと思います。なるほど。これも持論ですけども、はい、演技に上手い下手はないです。なるほど。それぞれ個性があるんで、例えば普通の生活においてこの人生き方下手だなとか、はいはいはい、そんなこと言えないじゃないですか。そうです ね、うん、だからそれはみんなその人の個性でいいんですよ。それで演じてもらえば、その中でどうやってその人がその役を表現できるか、そこが演劇の楽しみだと思うんですよね、深みというか。はい、これから千曲市、いろんな劇団大小あると思うんですけども、どんな方向にこう行けばいいなと思ってるんでしょうか。まあ、いろんなその劇団が発足して、そして社会人が集まった千曲演劇祭をやりたいです。はい、今いろんなお芝居に対する思いを語っていただきましたけど、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。どうもありがとうございました。酒の提供を禁止にした、幸せをつかんだと喜んで報告でき、貞子さんもきっと喜んでくれると思う。私たちは本当に芝居が大好きです。大好きです。また、この感染症が収まって、来年はもっともっと皆さんが来ていただけるように、もっともっとパワーアップして、このステージでまた爆発したいと思います。また皆さん、来年もよろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。